黒田駅は愛知県一宮四季曽川町黒谷縛り口北の説にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH54。4両編成対応の相対式2面2線のホームを持つ地上駅で普通列車のみが停車する。当駅の近くにある大型ショッピングセンターイオンモール、木曽川に合わせて駅舎等が同施設のパーソナルカラーである。 エメラルドグリーンとブルーで塗られている。また、ホームにも施設の広告や案内が多く設置されている。無人駅であり、駅集中管理システムが導入されている。なお現在の駅舎は、駅集中管理システム導入時に建てられたものであり、導入以前はホームのみの純粋たる無人駅であった。駅舎を建てたことにより、 岐阜方面のホームの長さが足りなくなったため5メートルほど延長された。ダイヤモンド式キリオが開業したため、当駅を利用する乗客が以前に比べて大幅に増えた。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、255ページ。ISBN 978から47億7701万3364。 徳田光一、丸ごと名鉄ぶらり沿線の旅ネクスト川で、初防震車、2005年、205ページ。ISBN 978から4から309224305。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月。 臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年8月6日閲覧。名鉄120年市編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道百年史名古屋鉄道1994年651から653ページありがとうございます。